今日も裏川さんは来てるのかな。誰か呼んだか3人目。あなたは、はい、インセクター5の野望は、尊いもんなの。このインセクトシルバーがお相手するわ。タエコさん、なんで、ちょっと待って待って、タエコさん強そう。タエコさんマジで強そう、なんか。ちょっと待って。あかーん、なんか怖い。必殺技使えなくした時の読み前もはずじゃ、そうだっけ。やばいかもしれん。なんか嫌な予感がする。ローリングドライバー。必殺技。相手は、お!エラフス細赤クワガタ。美しき騎士。あれ?でも意外と。こんにちは、お手柔らかにね。とりあえずグー出しとくか。なにやりおる。攻撃ばかりじゃダメなのよ。なにそれ。ちょっと同じ手使う。チョキ出すわ。攻撃ばかりじゃダメと言いながら必殺技使ってくるあたり。マジで、老怪なんだけど。マジで強え。よし、来たー。あぶねー。よし、どれぐらいいく、うーわーしょい、こういうことなんです。勝ったー。2戦目、ノコギリ立てずの兜。必殺技なしでローリングクラッチホールドのみ装備っていうのがまたパ、すべて回復はつけてあれよ、持ってるんだったら。ではこの虫で、多分必殺技出してこないんだよな。グーできます。必殺技に負けに行く。なにやべえ、この人強えぞ、地味に。虫さえ揃えば結構最強格にあるんだよ。最強格レベルに入ってくんじゃねえかな、いってーし。攻撃ばかりじゃダメなのよね、とか言いながら必殺技打ってくる口な。知ってんだよ。なにいや、読めねえ。うん、読まれてるかしら、必殺技打っとこう、とりあえず。当たったら一発で倒せるから。なにちょっと待て待って、強えぞ。戦略で戦ってるっす、それあるぞ。どうし、残った。オッケー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 。もうちょっとダメージを。もう一回パー。パーでちょっと逆転狙う。パーでドンと一発。入らない、強い。ダメだ。短絡的に必殺技は良くねえ。とりあえずこの人多分必殺技に対しての手、なんか、こう、戦術がうめえんだろうな。アイコ一回分しか手に入ら、ダメージ与えられなかった。やべえ。とりあえず、ラッコダーラツヤクワガタで行こう。変に同じ、ちょっと、ランクの虫使うと逆転されそうで怖い。グレーテストプレイヤー。よーし。強って、地味に強いね。やばいよな、これ。とりあえず、もう一回必殺技打っとくわ、とりあえず。なにちょっと待って待って。ちょっと待って。待って。油断できない。マジで油断できない。逆転された。やべえ。やべえぞ。なんだなんだ。パー出す。ちょっと。後追いじゃダメかな。よーし、来た。ようやく来た。ようやく。長かった。この一撃が。よーし。さあ行け。おーい。読まれてるのかしら。同じ手は出さんだろう、多分。となると、こうかな。にゃー、やばい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 、なんだと、なんだと、やばいちょっと待って、やべ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 、インセクトシルバー強え。あーやばい、やばい、やばい、ワンチャンマジで負ける。マジで負ける。どうしようどうしよう。ちょっと待って、グー。いや、グーだろ。必殺技はないだろ。あぶね。いやー、ちょっと待って。パーでいく、パー。パー、パーだな。パーだ、パー。これはパー。よーし、あぶねー。ちょっと待って、ちょっと待って。つえー。
インセクトシルバークソ強え。なんだこれ。あぶねえ。2匹目の体力後半まで持ってかれた。あぶねえ。勝ったー。勝利。いや、マジで終わったと思った、俺も。終わったって思った。ニューニャン26日、東城、インセクトシルバーに勝利。私が負けてもインセクター5は永久に不滅よ。これ何人目だっけ。まあいいや。ちゃんの引き直しは許さないという。この、あ、もう、ズバンの、テクテクテク。お、おい、見ろよ。あれが今、羽田シティで、虫キング最強っていう、アキラくんだろ。テクテクテク。本当に強いよな。てっかりに大会で優勝したバトルがあるじゃん。あ、決勝たくまさんに勝ったバトルだよな。あー、全然負けてない。あ、そうなんだ。なんでもさ、最近は、ハンダシーじゃないところでも勝ちまくってるらしいよ。え、遠征してんの？他の市に行くことを遠征っていうあたりちょっと可愛らしいよな、小学生のレベルが。いいよな、なんか。他の町に行くことを遠征と呼ぶあたりちょっともう、小学生らしさが出てるのがいいわ。憎らしいぐらい強いよな、アキラくん。はい。虫バトルするっていうのは、アキラくんは差し詰め、パーフェクトなバトルって感じなんかな。はい。自分の出したい手を出すんじゃなくて、相手の出したい手に合わせるんだ。遠征は草。隣の市ですが。でも確かに、ちょっとこう、遠出するときってやっぱテンション上がるよね。そういうの。だから、そういう子供心は掴んでる感じあるわ。いつか誰かが勝つよ。マグレが怒ってな。なんだマグレかよ。俺が聞いてるのは、実力でってことだってば。てか、こういうなんか噂話を聞いて、もうアキラくんニッコニコなのがもう、ニッコニコなんだが。実力で勝てそうなやつが一人。おい。誰だよ、それって。ジョニーだよ、ジョニー。伝説の虫キングジョニーさ。ああ、ジョニーね。なんだよ。興味ないって顔しちゃってさ。だってジョニーって本当はいないんだろ？そういう噂じゃん。しかも何年か前にいなくなったしな。そ、みんな超わかるってね、やっぱり。それが最近だってさ、また出てきたらしいんだよ。ジョニーが？ああ。しかもこの羽田市、ほんとかよ。ただ、どっちにしろジョニーは大会に出ない。だから、アキラくんは止めらんないよ。そっか。じゃあやっぱ、大会は全部アキラくん勝つのかな？他に強い虫バトラー、出てこないかな？アキラくんに勝てとは言わないから、接戦するぐらい強い虫バトラーはさ。はっ！うわぁ、すごいくしゃみだね。投手力。うん。うん。噂かなあはは、投手力が最近確かに、この辺りで有名になってきてるから誰かが、投手を倒してやるとか言ってるかもしれないね。それともブラック博士かもしれないわよ。この前任しちゃったしね。おぉ、投手力め。うん、とか言ってたりして。わぁ、それはやだよ。冗談よ。さあ、早く特訓に行きましょう。ひとみちゃんものぼるくんもきっと待ってるわ。どうなんだろうな。あー、トルネードスロー。ほうほうほう。だとしたらちょっと面白いけどな。5本つうのは持ってる。割と俺の1軍半。面型持ってる。ここに来てカブト系が来るのね。あー、ちゃう。さて。ああ、またドラゴンアタックが死ぬほど被るんだけど。まだ。ね。ローリングスマッシュ。ヒルトス減らずの兜。ないよ、もう。あ。色紙に交換しいとこ。カブトムシ被ってたな、なんだかんだ。ケンタウルスもなぜか被る。ドラゴンアタック7枚持ってんのかよ。そりゃダメだって。ドラゴンアタックだけでなんか確かに異常に行くもんな。最初1枚当たってテンション上がってたけど。ね。最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメント。
よろしくお願いいたします。他にもツイッター等もやってるので、ぜひともフォローの方よろしくお願いいたします。それでは明日の動画でお会いいたしましょう。うかことうかい東四郎でした。またねー。